の真似だ。くそ、教官逃げろ。うん。一人か。待てよ、何か勘違い。うるせえ、組長に言っとけよ。娘さんは、教官は俺が幸せにしますってな。やるしかねえんだ。見逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け、俺はただの通りすがりだ。え、じゃああんた後部組？違う、訳を話せ。どうなってるんだ？追われてるんだ俺たち。教科の親父、後部組から。何があった？教科が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ？デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた悪いけどもう行っていいか？ダメだ。お前ら、タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞこれ。なんだおっさん。行けよ高志、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと？行け。すまねえおっさん、今さら謝っても遅いぞ。おい、一つ貸しとくからな。
急げ。おい、たかしのことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。辻門が網張ってるからな。なんでそこまでするんだ。あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。手間のかかるガキだ。貴様、どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが、力ずくでも。たかしはどうする気。お嬢をたぶらかしたガキです。きっちり落としまいつけさせていただきやす。そんな。違うの。私が一人でお金を持ち出したんだから、たかしは関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。京花、下がってろ。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても京花を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ、引こ出ろ。そうはいかねえ、あんたらそのガキ殺しかねえからな。やかましい。死ぬ気か、俺らじゃボケ。大した根性だな、この人数相手に。話は締めだ、やれ。
たかし。ああ、取った金は置いてけ。ずうずうしすぎる。わかったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、挙句にはメールで組抜けるってか。黙りなさい。いいよ、タカシ、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。タカシ、俺、俺、確かに今は半端です。でも、目いっぱい働きます。頑張って頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え、京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父、俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。下がら。あのさ、お兄ちゃん、俺らに金貸してくんない。今金に困ってんだよな。
ああそうだ、そういえば高志の連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。京花って女の親父さんか。俺にくれるのか。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。まあせっかくの差し入れなんだ、もらっとけ。ああ、それから実はこの地下街にはちょっとしたカジノがあるんだが、お前も入れるようにしといたから、暇があったら行ってみな。もしもし。ああ、キリュウちゃん、私レイナよ。ああ、どうした。伊達さんがセレナで酔いつぶれてるの。ちょっとセレナに来てくれないかしら。分かった、すぐに行く。それじゃ早く来てね。
ああ、キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒をどうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。何何？サヤって女からだが、伊達さん約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園があるの。ねえ、おじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でもオッケー。条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。どういう意味だ？え？どういう意味って。ごめんね、やっぱ何でもない。でもどうすんの、サヤ。すぐに見つかるって。行こう。サヤ。ちょっと。伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか？はあ？知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。チクりたきゃチクりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さや。
おじさん、サヤの味方？多分な。そっか。実はね、サヤ、変な男にハマっちゃってんだ。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。それで？なんか金のかかる男なんだって。それで、あの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえおじさん、あの子ヤバいかも。おじさん強そうだし、サヤのお父さんの友達なんでしょ。なんとかできない？あれ、ちょっとそこら。くっそ、逃げられた。いらっしゃいませ。いいな。ありがとう。いらっしゃいませ。なんてことだ。ありがとうございます。